するとなったらさすがに奥さんって日々10円20円とか1円2円の節約してるじゃないですか。そうだよね。口が裂けても言えないですよね。そうか。なんで優しさだと、まあ自分のやりたいことをね、黙ってやったっていう。黙ってやったんだ。黙ってやった。それでも一緒に暮らしててバレないの？そういうの。はがきが届きましたから結局多分バレてたんじゃないかなと思いますけどね。はがき届いたの？はいはい。ローン組んでるようなはがきが？あ、それ届くんですよ、銀行から絶対に。返済金額。そう。申し込みありがとうございました。そう。どうしたの？その時どうしたの？いや、多分見て見ないふりしてくれてたのかもしれないですね。奥さん優しい。ちょっと、わかんないですよ。時間経ってから言われたんですか？いや、もうちゃんともう返したんですよ。半年か9ヶ月か忘れましたけども、はい、ちゃんと売り上げ3ヶ月、4ヶ月目で上がり出したんで。はい。じゃあそれについては、未だあの時っていう話はしたことないんだね、奥さんとは。ないですね。ないない。でも今はもうちゃんと売り上げ上がって、もう会社もできてて、なので、あの時、多分相談したらね、できてなかったと思う。あ、逆にね。120万円でこの口座に入りたいんだけどって絶対反対されてたと思うんですよ。あ、そっか。今の成功があるこのターニングポイントみたいなのってそこですか？あの時にこれしたから今あるなみたいな。あ、やっぱその最初の120万の投資は大きかったですね。あ、ここでエイヤーって言ってなかったら多分ないでしょうね。エイヤーですよ。そこで覚悟が決まりましたね。やっぱり借りたら返さなきゃいけないじゃないですか。確かに。お金って、そう、シンプルな話。だから自分を追い込んだ部分もありますよね。そうか。なるほど。それと奥さんに言ってさ、もし反対されちゃったら、そうだよねってちょっと踏み出さない自分を選択しちゃいそうな恐れもあったの？まずできないでしょ。120万も借りるってこと自体がちょっとおかしいんで、家族の反対があったらね、なかなか踏み出せない。それだったら子供のために置いとけっていう話。確かに、ごもっともだって話になっちゃうもんね。そうだよねってなっちゃうんで、そうか、はい、内緒でやりました。内緒でね。で3ヶ月後に返済して、でそのコーチングのスクールに入って、今度そのコーチングを売ってったんですか？それともコーチングを売ったんですよね。で最初コーチング売ったのがですね、はい、今でも覚えてます。渋谷のカフェに朝7時にお客さん集まってもらって、朝活ってやつやってたんですよ。朝活コーチング、それが1人500円。おお。1人500円もらうんですか？500円もらう。参加費500円。参加費500円。はい。ワンコインですよ、ワンコイン。ワンコインのコーチング朝活です。何時間ですか？1時間ちょっとですね。朝、出勤前にちょっと来てくださいみたいな感じで。あ、なるほど。コーチングってどんなことやってたんですか？コーチングってお客さんにちゃんと質問する技術があって、それでお客さんのやりたいことを自分で気づかないことを引き出してあげるっていう。へ、目標を明確にしてあげて、できますよって応援してあげるっていう。のがコーチングですね。じゃあ、お客さんがこうモチベーションが上がるとか、モチベーション上がるか、目標がはっきりするとか、そうです、そうです。いいね。当時のお客さん、なんか女性30ちょっとの女性で、パニック障害とか、ちょっとメンタルの問題抱えてて、電車に乗ったら途中で気持ち悪くてね、わ、下車して吐いちゃうみたいな。それは辛いじゃん。そういう人だったんですよね。で、当時仕事もしてなかったんですけど、結局コーチング終わって半年間コーチングなんですよ。そこでもだいぶ変化したんです。その後また半年後に電話して、どうですかって聞いてみると、もう声の質とか全部変わってて、で就職までしちゃってたという。まあすごい。そうなんですよ。最初のお客さんが？最初の頃のお客さん。最初の頃のお客さん。すごい。そういう方もいらっしゃいます。でコーチング学んで、コーチングしてあげて、その後には何したんですか？500円ですよ。そうですね。で500円で朝活来てもらって、でそれで、まあ、リピーターの人とかもどんどん増えてきたんですよ。まあ、3人とか5人とか、多い時は7、8人とか来てくれるようになったんですよね。その朝活、渋谷のカフェにね。でそこで個別の相談っていうのを受けるんですよ。大体無料で。でそこで目標を聞き出してあげて、それ本当にやりたいですかって聞いたら、やりたいです。だったらこのコースおすすめしますって言って、最初は7万円のコースが売れたんですね。500円から7万円、はい、半年間7万円のコーチングが売れましたね。で7万円から、まあ、その時はコーチングを売ってるわけですね。コーチングを売ってるんです、はい、コーチングを売っていて、はい、でこうさらに7万円の次はいくらで売ったんですか？その次は60万になったんですね。この間は何、そのジャンプは何なんだ。これで7万円売ったと、次ね30万40万の商品売ろうと思って頑張ったんですよ。でリピーターのお客さんも来てくれてたんで、個別相談したんですけど、なかなか売れなかったですね、やっぱり。でそこでまた次の投資をしたんですよ。はい、やっぱ売り方とか集客の仕方ってね、やっぱり専門家に教えてもらっ
ったら早いんですね。コーチングはあのお客さんを元気にしてあげることはできますけど、お客さんを集めたりセールしたりできないんですよ。なので企業塾に入りました。なるほど。そこで集客とセールスを学んだんですよ。なるほどなるほど。オンラインで集客する方法とセールスを学んだんですよ、はいはいはい、で一気に60万がすぐに売れるようになった。へえ、いい先生に出会った。投資してすぐコーチングを売り出して、うん、習ってる時は売ってたんですよ。あ、そこ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 、もうじゃやりながらだ、学びながら。もう投資したら、うん、もう2、3ヶ月で回収するって決めてたんですよ。うん、そういう覚悟でやってたんで。うんうん、でコーチングを売ってて、今度マーケティングスクールに入って、うん、で500円のものをブラッシュアップして60万円の商品に変えた。500円の朝活で、はい、あの信頼を得たお客様に60万円の商品を個別相談で、うん、あのもうコーチング受けたいですって言ってもらって買ってもらったと。なるほど。やっぱね、60万の商品売った時、あの、うん、何が起こったかというと、うん、膝が震えました、ガクガクガクって。やっぱビビりますよね、60万円も。もらったことないから。何ビビり？え、もらっていいんだろうかみたいな。もらっていいんだろうか。もらってたよみたいな。そうそうそう。やっぱそれを売り上げを上げたいと思ってやってたんだけど、実際もらった時はビビりました、ね。でその後、その後覚悟決まりましたけどね。あ、もう精一杯やろう。そうか、はい。で、コーチングを売って、で今はコーチングが売ってないわけ ですね。その後あのコンサルタント養成講座に入ったんですよ、はい、結局あの、うん、副業中の半年後ぐらいに、ね、入ったんですよね、うんうんうん、でやっぱりもともとずっとマーケティングやっててですね、うんうん、あの今思うんですけど、会社でやってたことを今あの例えば会社の仕事じゃなくなって、うん、例えばコーヒーとかあのタイヤとかコンタクトレンズとか、うんうん、あのあと化粧品みたいなものとかね、うん、そういうのをマーケティングしたんですけど、うん、今人をマーケティングしてるんですよね。人をマーケティングしてる、要は人を商品化したり、うん、で商品化したものをあの集客したり、オンラインでね、集客したりっていうのをやってて、実は会社でやってることと同じことをやってるんですよね。人を売り出してくってことですか。そうですね、そうですね。物を売り出すのが人を売り出すになったっていう。で要はですね、もともとそういうの仕事をずっと27年間やってきてたんで、それをやるんだったらコーチじゃないなと、うん、あ、なるほどね、コーチじゃなくてコンサルタントだなっていうことになったんですよ、なるほど、はい、マーケティングのコンサルタントやろうっていうことになった、うん、それでコンサルタント養成講座行って、あ、うん、なるほど、この業界ではこういうふうにやるんだっていうこと。なるほど、はい、まあ、人を売るって言うと、まあ人身売買そっちじゃなくて、そっちじゃなくて、危ない危ない危ない、人を売るってあんまりいいイメージじゃない。YouTube でこうロックされちゃうんですよ。人をプロデュースするみたいな感じですかね。そうね、そうね、なるほど、そうそうそう、確かに。はい、で今は人をプロデュースして、その人をじゃあ売り出してあげてる。そうですね、売り出してあげるというか、そういう自分を商品化して、うん、自分を例えばあのどんどん YouTube で出したりとか、うん、あと LINE であのお客さんとつながっていただいたりとか、うん、であのファンを作るって感じですかね、うん、そういう技術を教えてて、自分でやれるようになっていただいてるって感じですね。なるほど。教わりたい。あ、教わってください、もう教わりたい。で私がこれもそうなんですけど、会社でやってたこと、まあの業界変えてやってるだけなんですよ。会社であの部下の指導とかやってたんですよ。で一人であのマーケティングというか商品作ったり、それであのウェブで集客したりできるように教えてたんですね。なんでそれを今あの業界変えて、あの商品があの物から人に変わってっていう感じで、同じことをずっとやり続けてるんですね。じゃあ結局延長線上だったんだね。そうです、そうです。だから会社員の人はね、これができるのが強みなんですよ。本当だわ。そう、みんなチャンスがあるよ。る、今見ている会社員の皆さん、そうなんです、余すことなくチャンスあるよね。だいたい自分では分かんないんですよ。自分で自分の強み分かんないんですよ。確かに確かに、うんうん、すごいと思えない。それが普通にやってできてること。そうだよね、当たり前。周りの仲間はみんな一緒にやってるんで、うん、普通の人って自分では思っちゃうんですよ、うんうん、そうか、普通の人じゃなかったですよ、あなた、うん、普通の人じゃなかった。そう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 、うん、そうなんですよ。なんであの全然違う業界の人から見たらすごい人なんですよ、大体。そっか、うん、でも確かにそうだな。そう、今年副業でやってらっしゃる方がなんかすごい結果を出されてるって聞いて、うん、あ、そうですね、あの副業でもう私の講座入って1ヶ月でもう100万円売り上げ上げてる人はいらっしゃいますね。1ヶ月で1ヶ月です、はい、しかもまだ会社員ですよ女性の方で。本当に副業状態だ。副業状態です。お勤めしたままね。まだお勤め、うん、でもうとりあえず100万円最初の目標行ったんで、うん、今年はもうまあ、例えばそれをずっと続けて1000万とか超えて、うんうん、卒業することが目標ですって言ってました、会社を卒業するのが、うん、なるほど、会社を卒業っていうのがいい響きね、うん、はい。その方は何を売ってるんですか。その方も副業、女性の副業 のコンサルっていうか、アドバイスね、コーチングみたいなのをやってます、うん、はい、その方が会社でトレーナーとかやってたんですよ。おお、はい、セールスのトレーナーとかやってたんですよ、うん、その方は、うん、でそれ商品したらいいじゃんっていう話になって。なるほど、はい、すごいね、その人の人生そのまま生かして、うん、こう
大きくジャンプできる感じなんだね。その通り、その通り。今までやってきたことを生かして、うん、起業できる。そうです、そうです。それ生かさないともったいないんで、うん、はい。だってつい新しいことやるのかなと思うじゃん、副業とかさ、起業しようとか。なんか売れる商品探したくなっちゃう。そう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 。ね、今何が売れるのかなと思っちゃう。そうだよね。そうだから私も遠回りしたんですよ。コーチングから入って、でコンサルタントに変わったんですけど、あ、そうかそうか。一直線で行ってたらよかったなと思いますよね。なるほど。それまで120万、70万って使ってましたからね。うんうんうん、それ使わずに80万だけで済んだかもしれないですね。ああ、そうか、なるほど。回り道してた、してましたね、自分でね。なるほど。はいはい、じゃあ会社員の方が、じゃあプロメ全然関係ない、例えば車屋さんの人がプログラミング売れるから、プログラミングスクールに通うっていう必要はないわけですよね。あんまりそれはお勧めしないですね。できたらまず自分でやってきたことを棚卸しして、うんうんうん、どう商品化するかっていうのを考えた方が私はいいと思って、それを教えてますね。なるほど。1ヶ月で副業が100万円ってすごいね。めっちゃすごいね。1回で終わりなわけじゃないですよね。1回で終わりじゃないです。これからもまだ熟成で頑張ってくれてるんで、これから毎月毎月上げていこうっていう、うん、なるほど。すごいな、そんな安定的な感じなんだ。すごいな、ね、副業ってすごいね。すごい、ちょっと無口になりそうになるよ、ちょっと今ね、番組だから一生懸命喋ってるけど。あとは60歳ぐらいの男性の方もね、会社辞めて全然無収入だった人が、うん、今130万ぐらい上げてますね。すごい。あと年内に200、300と上げるって言って頑張ってます、年内ってだってもうすぐ年内終わるよ。そうですね。今11月、すごいじゃん。あと1ヶ月、1ヶ月半ぐらいでしょ。すごい頑張ってますよ。割と40代から50代、60代の方が私の塾多いんですよね、うん、へえ。あ、じゃあ同世代の方って感じ。そうですよ、大体その方、私だったら私のプラスマイナス10歳の人来るんですよ、お客さん、うん、そういうもん、お客さんになるんですよ、はい、そういうもん、そういうもんなんですよ、はい、へえ。シートも舞台やってるんですよ、うんうん、キングコングの西野さんの、うんうん、まあ煙突町のプベルの実写か、うん、まあ、実写っていうか、まあ、絵本を舞台にして、うん、まあ、やったということで、まあ、YouTube でもね、ご覧いただけるように今なっているんですけど、もしシートンをこう売り出していく、プロデュースしたら、すごい興味深い話だ。ルーレレレレレレレ、はい、シートンプロデュース。へー、やないの部屋。じゃあ、シートさん、会社員の時何やってたんですか。いや、私会社員ね、実は会社員経験ないんですよ。あ、そうなんですか。じゃあ最近就職。あ、そう、今初めて会社員やってます。おお、なるほど。今それ何やってるんですか。あ、今はね、普通にただ総務みたいなことやってるんですけど、うん、あ、でもこれまでもずっとこう司会業、MC 業をずっと一番長くやっていて、でそれと並行して派遣社員でこう事務員さんを、まあ、様々な場所でやり続けてきたって感じでしょうね。なるほど、大丈夫、うん、じゃあ事務員やってて一応一番多かった仕事ってどんな仕事ですか。一番多かったのは電話を取ることと、うん、Excel を使ってなんかこうデータを整理すること。おお、なるほど、うん、あとは笑顔を振りまくこと。ああ、いいですね。なんか、ま、周りからこうやって褒められたとかなんかあります。こうやって褒められた、こういうふうによく言われたって自分ではあまり思わないんだけど、みたいな。1言うと10やってくれるって言われる。おお、1言うと10やってくれるんだ、うん、おすごい。自分でも自覚ある、そこは。なんかなんていうの、こう先回りしてシャッとこうシャッとやるの結構得意。なるほどなるほど。結構楽しい、喜びもあるそこに。なるほどなるほど。じゃあなんかMC ずっとやってこられたっていうんですよね、うんうん、あと細かいところに気がつくし、うん、先回りしてサポートすることが得意だっていうことですよね、うん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 、じゃあなんか昔なんかすごい苦労した経験とかありますか。仕事で。仕事でも、そうですね、仕事でなんかあります。仕事で、うん、すごい苦労したことはね、うん、お給料が安いとか。あ、給料が安い。でその時苦労してどうしました。バイトを増やすとか。バイト増やした、うんうん、なんかこう単発のバイトに行くとか、うんうんうん、っていうことをずっとやってて、うんうん、でもこう司会の仕事とかだと、うんうん、こうなんだろうな、こう賃上げ交渉をするみたいな。おお、賃上げ交渉した、すごい、すごいじゃないですか。そう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 、なんか司会業の方でね。そう、司会業の方でね。どうやって賃上げしたんですか。じゃあ司会者が、うん、まあ、例えばコンサートでね、司会者はいなくてもコンサートできるんですけど、はい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 、でも
司会者がいることによって、うん、こんな風にいいことがあるじゃんっていうことを改めて、うん、なるほど直接お伝えするっていうことをそれまではやってなくてこう仕事で成果見せればいいやみたく思っていたんだけど、うん、でも司会者がいることによってお客さんの心があらかじめ開いて演奏を聴いていただける状態作れる、うん、でそこに私はコミとしてやっているから、うん、自信持ってやってますよっていうこと で、うん、でこれまで何年間こうやって実績もあるし、うん、なのでこのくらいのお仕事だったらこのくらいで受け合わせてほしいっていうことを、まあ、率直にリクエストしたって感じですね。おで、すごいドキドキしたけど。でそれで受け入れられた。受け入れられた。受け入れてくれないとこもあったけど、うん、それはまたご縁があったらよろしくねだったし、うん、あそうかってこう新しい理解を示してくださって、うん、こうじゃあ予算の組み方をちょっと変えようって言ってくださる方もいたりとか、うん、交渉おいいじゃないですか。素晴らしい素晴らしい。ドキドキしたそれでも。でですね、まあ、伺っててぼんやりなんか見えてきたんですけど、基本的にあれなんですよ、過去の自分みたいな人を助けるっていうことをね、よく商品の元にするんですよ。過去の自分を助ける、はい、例えば一生懸命頑張ってる仕事してる女性が、うん、どうしても給料が上がらないとか、うん、仕事の単価が低いとか、うん、そういった方に例えば自分の魅力を整理してでどういうふうにアピールしたらいいかっていうことをお伝えするお手伝いをすると。なるほど。そういったことだったらどうですか。自分の経験談今話してましたよね、うん、で自信がないその女性で、うん、ちょっとやっぱり頑張ってるんだけどどうしても安い収入ないし単価に低い仕事しかできないって悩んでる人がいたら助けたいですか、うんうん、助けたい助けたいよ、はい、私はいっぱいいる周りにはいるでしょ、ね、いっぱいいるよ。じゃあそういう人役者さんみんなそうだもんね。そう、そういう人にちょっとまずモニターになってもらっていいんですよ。モニターになる。もう募集する、はい、モニター例えば無料でもいいし成果報酬でもいいし、うんうん、例えば3万円5万円ぐらいでもいいんですけど、うんうん、例えばじゃあ一緒にどれぐらい収入を上げたいかちょっと考えようよって言ってあげてください。今はいくらでいくらと、うんうん、でプラス例えば収入10万円20万円上がるように一緒に頑張ってあげるよって言ってくれたら、うんうん、それって単月のものじゃなくて半年と続くわけじゃないですか、うんうんうん、で10万だったら60万の経済効果、うん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 、10万アップだったら60万円半年間で経済、アップの経済効果ありますね、うんうん、で20万だったら120万か、はい、ね、プラスになる、うんうん、だから多分、20万から30万の商品で売れますよそれだったら。え要は投資した金額に対していくらリターンが返ってくるかなんですよ価格って。なんで、あ、そうですね、10万円アップだったら半年で60万円じゃないですか、うん、20万円ぐらいまでだったら出すと思うんですよね。なるほど、はい、そうか、そうそこにあれだ今日の最初の話だ、はい、自分に投資をするチャンスを作ってあげることにもつながるね、うん、そうするとその人がそうですね。投資の観点でいうと投資っていうのはまず自己投資が一番最初なんですよ、うんうんうん、自己投資をして収入が増えてで自分以外の投資っていうのはねお金が増えてからやるものなんですよね、うんうんうん、なんで一番最初にやるのは自己投資なんですよ。そうか、はい、なるほど。でそれをやらないともうずっと給料低いまま抜け出せないやつ抜け出せない抜け出せない、やばいやばいよやばいやばいよ、やばいですよ。私かもって思った人はモニター募集します、まあ、そうですよ。私も昔はね1万円のセミナーに行くのに、うん、会社にわざわざねこういう理由で行きますって言って承認してもらって、うん、会社から出してもらったんですよ。うん、そんな発想だったんですよ。なるほど。自己投資ってどんなのが含まれるんですか。自己投資っていうんだったらもし起業したい、なんて副業したいんだったら、うん、例えばその起業の方法副業の方法を学ぶ学校とか、うんうんうん、あとはコーチングとかね、うん、何か新しい技術を身につけたいんだったら、うん、その学校に投資するっていう、うんうん、大きく分けて2つありますね。例えば、コーチングとかあと施術、ま、学ぶ人もいますし、そういう商品の中身を作る投資と、うんうんうん、あとそれを商品化して集客してセールする投資。なるほど、そこな、そこ、そこ、その2つやんないと両方必要ってことなかなかみんな知らないじゃんね。うん、そうですね、はい。うん、で、シートさんの今のやつだったら、うん、商品の方のビジネスを作る、ビジネスを作る方の投資だからやるといいと思います。なるほど、ビジネスを作る方からやって、はい、モニターさん取ったりとかして、実績作って、うん、で、それで実際じゃあこうもっとたくさんの人に届けるぞのところのまた勉強をしてやるってことだね。そうです、そうです。で、それで実績ができてきたら、それを使ってオンラインで集客したいです。来たよ。もう商品できた。本題が来たよ、そして。そうそう、こうやってラジオに出てもらって、うん、どうでしたって、いや最初こんなこと悩んでたんですよって話してもらって、うん、で、じゃあどういういいことがありましたかって、どんどん聞いていくと本当のストーリーで伝わるじゃないですか。確かに本当のことだもんね。そう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 、みんなが体験したこと。そうなんですよ、ね、商品できて売れた。
売れます売れます。ありがとうございます。なんで過去の自分のような過去の自分、うん、悩んでた自分を助けると思えばね、大体商品ってできる。わかりやすい。わかりやすいね。わかりやすい。わかりやすいし、なんかしかも自分がやってきたことだからね。そうですね。うん、自分過去の自分に投げかける言葉を言えばいいですね。あ、集客するときはそれでいけますね。そうです、ね。はいはい。そうなんだ。過去のあの時の自分に今の自分は何を言ってあげられるのかみたいな。なるほど、言ってあげたいことたくさんあるぜ。奥さんに黙っても買うんだよ。勇気を使おうって。まずね、自己投資やりましょうみたいな。いやそうだ、本当にそうだね。じゃあ柳井さんもご自身のビジネスは、うん、こう紐解くとやっぱりそういう感じ、昔の自分を助けるようなところにやっぱりこう根本的にはつながってる感じ。あの完全に自分が副業して遠回りした、うん、例えばコーチングとか今やって結果的に良かったんだけど、うん、もっと最短距離で行けたっていうのはあるんですよね、うんうん、回り道したからこそ分かる最短距離。あと起業結局30代からしたかったけどずっと、まあ、20年近く失ったわけですよ時間を。そういう話もやっぱりこれからね、もうサラリーマンはっきり言っても苦しいじゃないですか、うん、そうだね。もうこれから AI がねどん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 浸透してもう仕事半分なくなると言われてるわけですよ、うんうん、必要者も今めちゃくちゃ増えてますから、ね、いやそうそうそう。だからそれをね黙って待ってるだけなのか、うん、もう確かに自分でね自分の人生切り開くかっていうことで、うん、私20年失ったんだよと。20年前って言ったら今頃どうなってんねんって話じゃないですか、うんうん、確かにな、はい、そう。だから一番怖いのはチャンスを逃すことですね。時間とね、はい、なるほど、はい、そう。であと今までと同じ行動してて違う結果なんか絶対得られないんで、確かに行動変えましょうと。どんどん耳が痛いみたいな場になってきた。確かに。そうそうそう。でも今日も夜飲みたいなみたいな。今までとね違う行動して違う未来を目指してくださいと。はい、そのためには自己投資がもう一番ですと。なるほど、はい、で投資しないで何かリターンを求めるっていうのはねそもそも虫がいすぎて耳大事無理っす。無理っす。本当だね。あーだったーっていう。ポジって聞こうぜこの話。でも何も変えずに変わりたいっていう人結構多いですよね。ああちょっと夢見がちな人ですね。夢がちな。リスクを負いたくないけど人生変えたい。でも結局私あの時借金して、うん、自分で自分を追い込んだから、うん、もう本気でやれたっていうことがあるんですよ。うん、そうなんですよ。そうなんかね今日話をね伺っていてねもう決めたんですよとか覚悟決まったんですよとかあの時覚悟決めたんですよみたいな言葉が結構ね、うん、何度も出てきていて、うん、その決めるとか、うん、こう先に決めるまず決める、うん、まず覚悟を決めるみたいなところがこう実は結構大事なキーワードなんじゃないかなと思ってね。そこめっちゃ重要ですね。聞いてたの今日の話を。さすがそうですね。もう先に決めちゃうことですね。先に決めちゃうことね、はいはい。そうか、先に決めちゃう。決断というのは決めて立つっていうね。確かに。これまでの過去を立つ。なるほど。新しい未来を作ると。自分を信じるんですね。そうですね。はい。信じるって儲かるってことね。あ、そうなんだ。信じるって、自信の信って書く、はい。はいはい。信って書いて、物って書く。真ん中に物が入ったら儲かる。忍者の邪。あ、なるほど。これで儲かるって書くから本当だ。信じるものは救われるんじゃなくて、信じるものは儲かるんだね。自分を信じればいいんだね。そう、素晴らしい。すごいね。信じるものは救われるから儲かる。ドヤ顔なんだろう。今日一の王子のドヤ顔が、ここで収められることになりました。壊れてる。大丈夫かな。もうこんな調子でお届けしています。サクセスストーリーチャンネルでございますけれども。でも120万ローン組んで返せなかったらどうしようって多分思ってる人多分いっぱいいると思うんですよね。いるよね。それどうやって、いやーっていう。その時は、ね、そうですね、最悪10年ローンだったんで 1ヶ月の返済多分1万何千円だったんですよね。そうか、最悪まあなんとかなるみたいな、うん、最悪なんとかなるね。会社員は銀行から借りれるんで全然変なとこ借りちゃダメですよ。変なとこ借りたらやばいですよ。そうか、変な、うん、やっぱり金利 1% 2% で借りれば、うん、そんないい投資ないですよね本当に。確かに年利 7% を超えるともう怪しいって言われちゃう。あ、そうなの。金融関係もやってて、うんうん、で年利 10% に行くと、うん、金融商品で年利 10% ですよって言うと、うん、それ詐欺でしょって話になっちゃう。 7% でも怪しいなって。なるほど。でビジネスの場合だと年利 100% とか言うから。そうですね、年利 200% もうとんでもないですよ。700、800、うん、当たり前ですよ、ね、当たり前ですよ今。だからもう投資、今日も昨日も対談してて、うん、メッセージいただいて、うん、500万から1000万使わなくちゃいけない
事業投資何かしたいんですけど、投資するかビジネスやるかどっちがいいですかみたいな質問があってて、いや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 、だって投資とかってやっぱね 10% 切るわけだから、うん、そしたらビジネスだったら本当に何百パーってなるんで、うん、そうだね、うん、しかも投資がコントロールできないからビジネスではありませんよっつって返信しました。なるほど、メッセージを返しましたけど、ビジネスってなんか楽しいんだね、うん、ビジネス楽しいですよ。だって楽しいんだね、あの昔の自分のような人はね、うん、同じ悩み持ってる人はね、うん、目の前にいたらどう思います？いやもう早くそっから次の階段へどうぞって思うよね、思わずあのどうしたのって聞いたり、うん、アドバイスしたいたくなるじゃないですか、うん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 、この仕事ってそういう仕事なんですよ。でその人があの救われて笑顔になったらどうですか？嬉しい、嬉しいですよね、うん、でしかもお金もらえちゃうんですよ、嬉しい、そうこんないい仕事ないですよね、こんないい仕事確かに、はい、でしかも自分がやってきたことをずっとこうお客さんの、ね、結果がどんどん出ていくと、うん、商品もどんどん進化するんですよ、うん、で商品も売りやすくなる、信頼もどんどん得やすくなるんですよ、うんはい、なので私はよく思うんですけど、あのお客さんも喜んでくれて、うん、出た結果が財産になって、うん、で自分も嬉しい、うん、こんないい仕事ないですよ、本当だね、はい、そうなんですよ、なんでやらないのかなと思って、本当なんでやらないんだろう。しかも今オンラインでやったらもう家から出なくていいからね、うん、確かにね、この時代にもまあさらにこうフィットしてきている感じですよね。そうです、 AI がいくら発達してもこの仕事絶対なくならないです、うん、確かにね、うん、人が生きている限りはなくならないよね、なくならないです、まずなくならない、自粛も今またさらにそうだよ ね、はい、ね、なんかね、こうまだまだ見通し立ちづらいもん ね、うん、これからまたお金とか仕事の不安がわー大きくなったり、うん、あと健康とかね、うん、あとは人間関係の不安がどん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 大きくなるんですよ、うん、そういうもので悩んでる人がね増えていく傾向なわけですよ、うん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 、であとオンラインでみんなあのオンラインをあの使う時間がどんどん増えていくじゃないですか、うんうん、もうあのこの前の外出自粛の時なんかみんな YouTube ばっかり見てましたよね。そうか、うん、でも確かにそうだね、利用時間、うん、オンラインの利用時間増えるんですよ、うん、なのであの悩んでるお客さんがみんなオンライン見てるわけですよ、うん、あと暇なお客さんが、おお、うん、おチャンスなわけなんですよ、これ、うん、本当だね、実はなんで、うん、あの今年私 の、 あのビジネスあの数億円っていうことになってますけど、うん、あの去年の倍ぐらい、倍近くですね、倍、それだけ殺到してるんですよオンラインに。え、去年の倍倍までいかない、ね、5割から7割アップみたいな、マジか、はい、マジか、はい、おでこかいちゃうぜ。でそれだけ市場が変わったんですよね、そうか、ん、オンラインの方に、うん、もうだって個人会社員も個人事業主も、うん、あのあと中小企業もみんなオンラインでなんとかしたいと思ってるんですよ、うん、そうね、うん、でも確かにもうオンラインはもう絶対切り離せなくなっちゃったもんね、チャンスしかないです、チャンスしかない、チャンスしかない、うん、柳さんのスクールでこう今商品を1ヶ月で作って売って100万円得られた人がまたこうどんどん伸びていくじゃないですか、はいはいはい、今この下にリンク貼ってあるっていうところなんですけど、このリンクを貼って無料で動画学べるところもあると思うんですけども、もう一つこうセミナーを受けて何かその後ってどうした、あ、そうですね、あの基本的に今あの12月2日までだったかな、うん、あの、YouTube と LINE を使って、うん、あのオンラインビジネスを作るっていう、うん、あのセミナーをやってるんですよ、はい、オンラインで、はい、でもうだいぶ申し込みが増えて、 あのあと 数日しかない、うん、あと席も 1席2席ぐらいしか空いてないんですけど、あの今日のねこの番組見てくださってる方はあのこの概要欄ですね、動画の概要欄の、うんうん、YouTube の場合、はい、この下から見る、はいはい、そこで1万円の定価、1万円のセミナーなんですけど、この動画、このね、うん、ライブを見てくださった方だけ、うん、放送を見てくださっただけ、あのなんと1000円でご招待してます、うん、はい、なるほど、はい、すごい太っ腹じゃん、はい、別にまあセミナーの売り上げとかあんまりあの割と取っては全然ね、うん、あんまり何とも思ってなくて、むしろあの私もそういうセミナーに出たことで自分の人生変わったんで、そういうせっかくねこういう時間にこれ見てくださってるってご縁なんで、あの、うん、ぜひあのそのチャンスと思ってね、うん、あの動機づけにしていただいて、ぜひあのオンラインセミナーねお申し込みください。セミナーは何、どんなことを学べる？セミナーですよね、あの YouTube って今もうすごい影響力じゃないですか、はい、もうテレビを超える影響力、はい、でその YouTube の伸ばし方と、うん、あと LINE っていうのはですね、うん、あの実はものすごいツールなんですよ。なんでかというと、あの電話って最近します？昔と比べて。昔と比べたらもう全然しないよね。そうですよね、むしろ LINE でねやり取りして、うん、今から電話してもいいって電話するじゃないですか、うんうんうん、要はね電話って国民の通信手段だったんですよ、うん、でも今はもう LINE が取って変わったんですよね、うん、なるほどなるほど、なんでもう電話以上の存在なんですよ、昔でいう電話以上、うん、でなんで YouTube っていうのはテレビを超えてるし、うん、LINE はもう電話を超えてるんですよ、うん、この2つ組み合わせたのやばいんですよね、電話かってくると、うわ電話だなんだこれ誰だみたいな、すぐ検索するの、
確かに。なんで電話かかってくるとあんなヒヤヒヤしちゃうんだろうね。電話うざいんでしょうね今ね、うん。名前出ないともう即検索するから。もうあのLINE なんですよ、もうとにかく。もう LINE って親しい人とつながるじゃないですか。うん、だかそこでお客さんとつながるってことは心理的距離も近くなるんですよ。ああ、なるほど。はい、そっか、確かに気軽感がある。YouTube と LINE 使ったらすぐ集客できちゃうので。なるほど。はい、そういう方法と、あとはさっきシートさんにちょっとあの軽くお話伺いましたけど、1時間お話伺うんですよ、うん、一人一人のお客さんの話、うん、伺ってどんなオンライン商品を作れますよっていう個別コンサルもそこでやります。え、贅沢。めっちゃ贅沢ですよ、はい、あと5分しかすごいね。すごい。え、もうすぐだって席あんまないっていうからすぐ、ね、すぐ行って、もうすぐに、うん、もう終了してますよ。そう、もう番組ももうそろそろエンディング行くあと感じだから、もうあの行ってすぐ行って、この下に貼ってあるはい、YouTube の人はね、この下から行きます。特にそうですね、会社員の副業の方とか、はい、あとあのビジネスやってたけど、あのコロナの影響でね、あの集客しづらくなった、うん、売り上げが下がってる方々はもうぜひ来てください。で、あのもう例えば最低でも20万とかね、50万とかそういう高額商品誰でも作れるので、うん、そういったことはあの個別でお話伺ってね、うん、はい、もうちゃんと、もうイメージが具体的にできるようにさせて差し上げますんで、うん、すごい、はい、こういう人はちょっと来てほしくないなみたいな、もうコロナ失業してもうちょっと明日食べるお金ないんですよ、助けてくださいみたいなそうですね、あのやっぱり自分に投資するっていうことをね、うん、決められない人はちょっとも、うんうん、ちょっともったいないですけど、うん、無理かなと思いますね、うん、なんでやっぱりある程度覚悟を決めて、うん、あの自分にはそれだけ投資するだけの価値があると、うんうん、思ってくださる方ですよね。そうだね、自分で自分の価値を信じられる人だ。そうですね、まず自分が信じよう、そういう自己投資できるマインドセットがない方はちょっとご遠慮いただいた方がお互いのためかな。 なんかちょっとあのなんか面白そうな話を聞きたいとか、うん、なんかいい話聞きたいだけだったら来ない方がいいと思います、うん、お金払ったから全部作ってよとかやってよっていう人はちょっと NG ってことですね。そうですね、うん、なんかお金払ったら結果が出るんじゃないですかって思う方もちょっとそれは違いますね、うん、ビジネスは自分で結果出すものなんでね。なるほど、実践するっていう方にこう来ていただければと思います。そうですね。そういった方はもう本気でコンサルティングしますって。そういう方はいい商品できると思いますよ。へえ。1ヶ月100万円とか副業とかも聞いたことないよね。本当だね。実際売れるんですよ。すごい、ね。もうそしてなんかちょっともうどうしても言いたいことから言ってもいい。はい、いや私ね、柳井さんと一番最初に出会ったのってもう多分ね3年とか4年前ぐらいなんですけど、あのね。こんな人だと思ってなかった。どんな人だと思って。もうなんかね、もっとすごいなんか金の亡者みたいな人だと思ってて。本当ごめんなさい。少なからずそうやって言ってる人も聞いたことある。なんかすごいバンバン売り上げ上げてるイメージがあったからです。そうそう、いやまあ実際上げてらっしゃるし、いやだからもうなんかこう金額と数字が物差しのこうロボットみたいな人なんだみたいなすごい印象あったけど、売り上げ上げたからね。そう、でも今日のそのご自身が副業を始めた時のジャンプの話とかやっぱ聞いたら、え、すごい超ハートフルな人間だったっていうのがすごい分かって、過去の自分を失礼しない。実は人間だった。熱いと思って、金儲けマシンじゃない。いやすごい今日会えてよかった、私。ありがとうございます。もうハグもね、握手も今日はできないんで。そうだね。そうですね。そうそう、またその時は楽しみに。エアタッチしかできない。そうそうそう、エアタッチ。エアタッチ。本当ありがとう。本当ありがとう。はい、ということで、まあ、この下からね、登録してもらって、はい、ぜひぜひ。まあ、この YouTube 見てる人がもう終わってたらもうごめんなさいということで、もう募集が終了してたらもうごめんなさいということで、ね。多分すぐもう埋まっちゃうと思うんで、うん、できるだけ早く申し込んでおいてください。はい、はい、ね、はい。ということですね。チャンスを逃さないように。はい、残り2分ですかね。本当だ。はい、で次回は次回なんとたくさん行列ができているので、まだ誰にしようか決まってないんですよ。そうなんですよ。ちょっと出たい人はちょっといっぱいいるんですけど、いっぱいいるからね、うん、ちょっとお楽しみにという感じですけど、はい、あ、まあ、でもやっぱりね、こう、うん、泥臭いところも聞き出しつつの、うん、なんか人生の糧になるっていうね、はい、時間を届けたいなというふうにまた思いますので、はい、先ほども聞いたんですけど、山内さん誰かこう、はい、こういったところに来るおすすめの人っていますか。あ、ほう、そうですね。あ、今思い浮かんでる、ここに。ちょっといろいろ名前が。じゃあちょっと後でこそこそ。はい。やったー。僕が個人的に聞きたいのはやっぱり1ヶ月で結果出した人とかの話とかもちょっと聞いてみたい。あ、ね、でもね、本当ね、聞いてみたいね。あ、じゃあこう、あのその人ちょっと頼んでみましょうか。あ、それもいいですよね。あの何人かいますよ。うん、出たい方。うん、はい、もう実際あの副業でもうこんだけ売れちゃいましたって方。うん、はい、そういうのも聞いていきたいですよね。
はい、まあ、サクセスストーリーチャンネルなんですけど、うん、まあ、しくじりも聞いていきたいなっていう。そうだそうだ、うん、ああ、もう一個言うと、その人ね、結果出した人っていうのはですね、うん、あの毎週毎週実はセミナーやってるんですよ、うん、毎週毎週実践のセミナーやってるんですよ。すごいね。で、毎週毎週ね、失敗してくれるんですよ。失敗してくれる。すごいよ。失敗が多い人が成功してるんですよ、実は。生き字引じゃん。そうです。絶対話聞きたいよね。いやー、はい、本当に、うん、いやー、ありがとうございました。あの、今日はすごい、いきなりエンディングだけど、はい、もうね、あと数十秒だ、はい、もうそれじゃあ次はね、副業で成功した人をね、はいはい、うん、またぜひ、ほやほやの方を、はいはい、ご紹介ください。はい、来週も楽しみにしててください。はい、では今日は柳井博之さんでした。はい、ではまた来週お会いしましょう。来週お会いしましょう。この下からね、行かないともうなくなっちゃうよ。はい、お届けしたのはシートンと、大地と、はい、そしてゲストは柳井博之さんでした。はい、ありがとうございました。またね、バイバーイ。また来週、バイバーイ。